4月14日日曜日午前中です。今日はヨークマートでシニア 10% 割引でカツオ、トマト、パスタのソース、マヨネーズ、とろけるチーズ、醤油、プレーンヨーグルト、冷凍チャーハン、ほうれん草、麦茶、グリーンアスパラ、6P チーズ、塩昆布、パスタ、お味噌、おろしにんにく、唐辛子の輪切り、きゅうり、カレーうどん、ブロッコリー、レトルトカレーを購入してきました。全部で4957円になりました。4月14日日曜日10時35分過ぎです。今日の昼は糖質ゼロのビール、チーズパン、焼き鳥、もやしとピーマンとニンニクの炒め物、プチトマトです。4月14日日曜日午後6時55分過ぎです。今日の夕食はカツオのたたき、ピーマンともやしとニンニクの炒め物、エビの唐揚げ、ニンニクスライス、きゅうりのスライス、糖質ゼロのビールです。4月15日月曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は牛丼、きゅうりのサラダ、ほうれん草のひたし、はんぺんの味噌汁です。4月15日月曜日11時15分過ぎです。今日のお昼はアキコジャパンチャンネルさんの動画を参考にして作ったペペロンチーノとトマトとブロッコリーとポテトサラダです。飲み物もアキコジャパンチャンネルさんのおすすめのロゼをアマゾンで購入して今からいただきたいと思います。4月15日月曜日午後6時半過ぎです。今日の夕食はキハダマグロのブツ、冷ややっこ、新玉ねぎの塩昆布蒸し、ほうれん草のひたし、キウイフルーツ、一番搾り、おろしにんにくです。
新玉ねぎの塩昆布蒸しは、アキコジャパンチャンネルさんのショート動画を参考に作りました。4月16日火曜日、朝6時過ぎです。今日の朝食は、納豆、わかめのおひたし、きゅうりとみょうがと、唐辛子の酢の物、大根と油揚げの味噌汁、味噌漬け、バナナ、ご飯です。